どうもこんにちは、ライム TV のライムです。今回もザクロやっていきたいと思います。今日はセントルイスにあるですね、パーキングメーターっつって、こうさ、路上のさ、アメリカとかだと特にこういうとことかにさ、ここにはないけどこういうとことかにこう車をね駐車したりするんですけど、機械だな、パーキングメーターっていうのがあるんですけど、それにねちょっとね不思議なものが、含まれているということでね見ていきたいと思います。はい、場所がですね、セントルイスの、ここですね、このセントルイスのミッドウエストにあるセントルイスって町の、この辺だな、この辺にあります。ちょっと今から行きましょう。まあ、どんな風になってるかっつうと、行ってからのお楽しみだね。はい。場所がね、いまいちよく分かってないんですけどね、どこだったかな。セントルイスのね、パーキングメーターにちょっとね、細工がしてあると。今日はその、ね、秘密を解き明かしていきたいと思います。この辺だったかな、どうだったかな、ちょっと覚えてないんだよな。この辺、もうちょい先かな、もうちょい先、この辺かな、これかな。あ、ありましたね。はい、さあこれですそう、パックマンが書いてあるんですよ。パックマン知らない人もいるからパックマンってあれだな、昔の、そのナムコのゲームのキャラクターなんだけど、キャラクターつうか、そんな大したキャラクターじゃないんだけど、書いてあるんですよね、それが。はい、ということで、終わります。パーキングメーターの秘密でした。しょうもない動画だな。次回もお楽しみに。